昨年2月から頸椎椎間板ヘルニアのため長期欠場していた野村直也、 12.5 後楽園で久しぶりに会場に姿を現した野村は、今回大きな怪我をして自分の中でいろいろと考えて、そして新たにやりたいことが見つかりました。なので全日本プロレスを退団させていただきます。自分のことを待っていてくださった皆様、突然のご報告本当に申し訳ありません。ただ最後に自分勝手だとは思うのですが、退団前に全日本プロレスでラストマッチがやりたいです。今年いっぱいでの退団を決意した野村、最後の対戦相手は同期デビュー、時に戦い時に共闘したライバル青柳優馬。旅立つ覚悟を決めた男の最後の勇姿をその胸に刻みつけろ。野村直也所属ラストスペシャルシングルマッチ、青柳優馬 VS 野村直也。野村の全日本最後の相手はこの男、青柳優馬。時に戦い時に競争した、ただ勝負は別、ケチョンケチョンにして送り出す、そう話していたのはこの青柳優馬。声に燃えている。野村の不安に悪態ついてますね。俺のやり方で送り出す、それはケチョンケチョンにすることです。そう豪語してやまなかった青柳、妥協なし、青柳優馬。青柳ですね、これがね。そうですね、久々にこのテーマソングが鳴り響く、やりたいことが見つかった。この12月31日をもって全日本退団を決意、再戦の覚悟で今日はこのリングに向かう。共に戦い共に競争したあの青柳優馬相手に最後のシングルマッチ、レディースジャーマンプロプレスコーナー、野村直也。本日のメインイベントシングルマッチ60分一発勝負を行います。青コーナー、ゆるゆるの青柳優馬。ケチョンケチョンにしてやる、その言葉通り一気にスパークするかもしれません青柳。全日本最後の戦いシングルマッチだ、野村直也であります。トラックレフェリー李立寛。さあ大佐野さん、はい、久々のリングとなりました野村直也。そうですね、はい、正直に言えばね、はい、この2人の対決は三冠戦で見たかったですね、はい、ああそうですね、これは未来の全日本の三冠戦だったはずなんですよね。まあしょうがないです ね、 ですね、怪我があったりいろいろあったんで ね、はい、様々な思いを乗せてこの一戦、さあ見届けましょう。60分一本勝負、野村直也全日本プロレス所属ラストマッチ、対戦相手は青柳優馬。まあ、大佐野さん、先ほどビジョンでは同期という説明がありましたけれども、はいはい、正確に言うと
野村が先輩になりますね。そうですね、野村がね、はい、あの大量離脱騒動があったね、はい、2013年の、はい、10月に入門したんですよ、はい、で翌14年の3月30日金沢地元でデビューしましたけど、はい、その4月1日入門なんですよ、青柳。あ、そうですね。だからでもあの当時合宿所にはねこの2人しかいなかったです。あ、だからあの野村が、はい、あの当時の全日本入らなかったら、はい、あの未来見えなかったし、はい、そこに青柳が来なかったら野村が切磋琢磨できる相手もいなかったってことですよね。あ、なるほどね、はい、運命だったんでしょうね。一番の思い出、練習生時代って言ってましたもんね、野村ね。あ、そうですか。その野村と青柳、2013年全日本プロレス入団、そして14年の3月青木敦史相手にプロデビュー、2015年に青柳とのコンビで世界最強タッグ決定リーグ戦に出場しております。ただまあデビューして2ヶ月でね、はいはい、ドラッグですね。この辺は若手の頃の試合ですよね。そうですね、まあ、デビューしてすぐ5ヶ月、はい、あの欠場したんですよね、野村怪我でね。そうでしたね。だからまあそんなには大八木とも先輩後輩とはいえね、うん、はい、キャリアの差ないんですよね、うんうんうん、ちなみに野村の初勝利の相手は青柳で、はいはい、青柳にとってはデビュー2戦目がこの野村戦だったと、はい、青柳のデビュー戦の相手宮原ですからね。そうですね、はい、まあ、以来切磋琢磨してきまして、この野村はアジアタッグをこの青柳と取ってますね。そうですね、はい、2回取ってますよね。2回取ってますね。あの秋山永田組からも取ってますよね。取ったんですね。そうなんですよね。これは大きな星でありました。さあどうだ、エルボーを放っていく。そしてジェイクと世界タッグをダッシュいたしました。そうですね、はい、思い起こしますと2019年、宮原の持つ三冠に挑戦、あの一戦も素晴らしかったですね。そうですね、やっぱりあそこでねすごく野村への、ね、期待が高まったんですよね、はい、であの時にネクストリーム、はい、あの脱退して、はい、アジアタックもね、はい、返上して、はい、そこで野村にコンビが消滅したわけですよね。そうですよね、はい、勝手に嫌がってっていうことでね、青柳ちょっと怒ったという ね、 そうですよね。しかも返上会見俺一人にさせやがっ て、 そうそう、なんであんた出てこないんだっていう、そんなこともありました。その歴史と共に戦っています。ですからこの野村でありジェイクがいて、はい、そして青柳がいるんで、これは面白い全日本のコースだなと思ったんですが ね、 すね、デビュー当初はね、はい、野村はヘビー級、はい、青柳はジュニアみたいな感じでね、はい、いて、青柳がそこからヘビー級に来て、はい、まあ、あの連れの取れたコンビになりましたよ ね、 そうですね。2人でレッスルワンに行ってね、はい、あの秋山に怒られたこともありましたね、フライマーバーで ね、 ね、ちょっと押されましたね、レッスルワンで ね、 ね、あの時はあのドイクマに押されまくっちゃったんですよね。そうなんですよね、はい、そういった苦い経験もありました。それを払拭して参加挑戦までこぎつけたですが、おっと鉄柱にぶつかっていく。さあ、そしてそれを見た青柳優馬はどうするんだ、ここで。ちょっと待ってくれ、ネックブレーカーが危ない。あ、しかも首ですからね。大丈夫ですかね。去年の2月からこの頸椎のヘルニアでね、はい、決勝したわけですよね。そうなんですよね、1年と10ヶ月、まあ、だいぶ良くなったとは聞いたんですが、たまにやはり痺れるんでしょ。あとなんか手に力が入らなくなる時があるって言ってましたよね。ちょっと心配ですよね、首は大事です。あ、その首を押さえている。ちょっと動きが止まってしまった。やはり妥協がありませんね、今日のね、青柳はね。ケチョンケチョンにするんだと、まあ、でもケチョンケチョンにするんだという心理の中には本当に複雑な青柳の野村に対する思いがありますよね、はい、あ、なるほどね。本人としては本当は、はい、野村さんも、はい、ファンの人たちも笑顔になるように送り出してあげたいところなんですけれども、はい、僕はひねくれ者なんでと、だからケチョンケチョンにして、はい、ザ・マーミロと言ってバイバイします、はい、あ、なるほどね。今そのね、最前列のお客さんはあの野村のファンなんでしょうね。あの野村のタオル持ってましたもん ね、 したもんね、見せつけるかのように青柳の攻撃であります。我々はずっとその最前線で戦ってきたんだ、そういった自負があるわけであります。野村 TV の王座にも挑戦したことがあります、この野村直也。2016年のこと、さまざまなタイトルに挑戦し、さまざまな経験をしました全日本プロレス。この時代、今日はその所属ラストマッチということになる。やりたいことは一体何なのか、それはちょっと分かりませんけれども、徹底して首いきますね、はい、
最後の一戦を抱えている。わがままを聞いてもらえるのであればシングルマッチということで、会社に直訴、すぐさま反応したのが青柳優馬でありました。なんかね、この野村直哉っていうのはね、不思議な、雰囲気を持った人で、はい、2013年の10月入門にもかかわらず、はいはい、昔からの全日本ファンも、はい、なんかこう懐かしくなれるような全日本らしいレスラーなんですよね。大佐野さんはずっと見てきたじゃないですか、全日本プロレス。それどのあたりに感じられるんですか？なんかね、はい、この人は全日本のレスラーなんだなっていう、例えば若い子の小橋だったりとか、はいはいはい、ファイトスタイルとかそういうんじゃなくて、雰囲気なんですか？雰囲気が全日本なんですよ。あ、なるほど。多分全日本のファンがすんなり入っていける。あ、そういう雰囲気持ってますか。例えばノアだったら、はい、清宮海斗、ね、三沢さんが亡くなってからの人なのに、なんか三沢光晴っぽいものを持ってたりとかあるじゃないですか。あ、なるほどね。なんか全日本っぽいものをまとってるんですよね、野村っていう人はね。なるほど。であればなおさらもったいない気がちょっとしますね。そうですね。まあ、できうればね、いつか帰ってきてほしいという ね、はい、思いもありますね。あとね、体調の問題もあるんでね、なんとも言えないですね、はい、そうですね。わおっと、どうした。さあ、親木がここで出していくのか。上げる、こらえている。ブレンダスター、豪快豪快ブレンダスターだ。で、体が落ちてないですよね。ああ、そうです ね、もう太っちゃうとか痩せちゃうとか、はい、まあ、一頃は本当に大きくしまって110キロぐらい、ね、持っていた時代があったんですが、ちょっと太りすぎだよねっていう時代がありましたもんね。ちょっと重かったそうですね、あの時はね。でその後また絞りましたもんね。はい、で今なんかは多分、はい、その時の ね、一番動きやすい状態じゃないでしょうか ね、感じがしますよね。はい、さあ、高木さんに振る。あ、この辺りもあの時の野村だ。野村が走る。左の肩口から当たっていく。さまざまな出稽古もしましたよね、この2人はね。そうですね、だから2人でね、はい、あの北原光輝のね、キャッチャー行って、はい、地下室プロレスみたいなことも経験しました。そうですね。さあ、スープレックスの見せ、これはどうだ。あ、足を描いてまいりますが、ここも2カウント。すべてをぶつけていくのも野村直哉。大きく深呼吸。多少のブランクはあるものの、そうですね、すべてをかける。去年の2月からですか、結構、はい、約2年ですからね。そうですよね。はい、さあ、今度はどうする。それを感じさせないファイトぶり。ここから勝つのとマキシマムがありますよね。そうなんですよね。それを狙っていることと思います。しかし相場させない。おお、さあ、上がったが一旦外に出る。おお、ロープを隔ててのこれスリーパーになるんでしょうか。振りほどけるか野村。野村が間を空け、あ、しかしこれは誘っていた感がある。共にエプロン上が先ほどはネックブリーカーを完封、ね、はい、はね、また行きますかね、危険な角度。あっと、ブレンダスターが正解。いや、違う、これはブロックスター行きますよ。ブロックスターマスターか。60分の1本勝負。この2人の空中は60分となりました。60分1本勝負。さあ、上げるのか。この危険な状態でどうする。 DDT、 また首浮上をしています。青柳優馬であります。あ、崩れ落ちるように野村。天がちょっと仰いでいる野村直哉であります。そうですね、結構ダメージありそうです ね、 ありますね。現在28歳野村直哉。さあ、くるりと回転しながら中に入ってきた青柳優馬であります。首が痛い、厳しい。あ、結構苦しそうです ね、 厳しいですね。あと10ですからね。そうですよね、 PWF ルールはカウントは10です。場外のカウントは10。あ、起き上がることができるのが苦しいぞ。さあ、カウントが進んでいく。あ、大丈夫か。上がれるか。野村、頑張れ。あと2つ、あと2つ。やっとさ、ギリギリで入りました。さあ、ここで狙いを定めているぞ青柳。また首への攻撃。
ボディスラム最上段に上がった青柳優丸一体だけの戦術。さあここからどうなる。きた、ダイビングエルボードロップ高角度ふわりとまっすぐ。あーった、さあこれで縛り上げるフラッシュ。さあそして足が絡まっていけば、これで腕をね取っていけばエンドゲームになりますよね。そうですよね、エンドゲームでジエンドとしたいところ。相手の首ウィークポイントの首を締め上げる。今日は非常にしている。ネックブリーカードロップ、さらには DDT とエプロン上で発表してまいりました。この青柳優馬にあります。最後はエンドゲームでジエンドにするんだ、そういった思い。しかしおっと、頑張っている。入りました、入りました。なんとか間に合った、手が届いた。しかし苦しい、それは変わりない。まあこれがやはりブランクのある選手とずっと実戦経験を積んだ選手の違いでしょうかね。そうですよね、やっぱりトップ選手ですからね今のね。そうですね、はい、負けるわけにはいきません。花を持たせるつもりはさらされないと、そう話しておりました青柳。首を振りながらそれでも上がっていく。最後の一戦は白星で新しい道へ進んでいきたいところ。野村、乗るぞ。うわあ、この両雄ヘッドバット、それがこもっている両者の戦い。それを見つめているレフリーのリッチカン。さあブレンダスターの体勢に入る野村、こらえている青柳。うわあ、新しいブレンダスター、立ち上がる、いち早く立ち上がる。バックを取ってジャーマン投げっぱなし、クイーン。それでもカウントスピア、首の痛さは感じていないのかもしれない。ホームラン中、アトレーティングが上がっている。あ、両者の異世界が急いでくるようだ。そしてマットを叩いてこの一戦鼓舞しているセコンド陣。これで全日本プロレス、全日本プロレスを体感しながら戦っているぞ野村。しっかりと受け止めている青柳。さあここからですよね、赤いショートタイツの野村、そして青を基調にしている青柳。対照的な両雄の戦い、二人の三冠戦が見たかった、そういった思いは私も長野さんも同じです。右、ああ足を止めた、膝を止めての戦い。うわ、今度は立ち上がってのエルボー、渾身のエルボーだ。お互いのこの意地、そして気持ちをぶつけ魂のプロレスをしてるんだ。うわ、長野さん気持ち入ってますね。そうですね、本当に。右三つ、おお、なるほど、俺もよっと、バイバイ、超激しい、激しい打ち勝った野村。いや、ちゃんとね、はい、感情が乗ってきてますよね。そうですね、試合にね、はい。行くぞ野村、どうするんだ野村が。一旦外に出る、最上段に上がろうとする。上がったぞ野村。大の字状態の青柳に向けてフロッグスプラッシュ、剣山だ。これは剣山、ちゃんと青柳の体がね、はい、覚えてましたよね、ホームラン得意技をね。そうですね、はい、膝でガードした、その上に乗ってしまった。さあ今度はどうなるんだ、両者の戦い。仕掛ける青柳、受け止めて、あえて同じ技、今度はどうだ、これをかまして、あーっとスピアから落ちて、どうだ、カウント2。このスピアからのね、はい、丸め込みですよね。そうですね、自分の下手だとしておりました。さあ左右のエルボー、このカードで落ちているのだ、これ晴れて交えて、もう一打、これまた原敷伝のスリーキックだ。ここ一番出してまいりました、ドーナツ。今綺麗に入りましたね。そうですね、綺麗に入った、ここ一番でしか出さない技、それを出してまいりました。それだけ青柳も追い詰められているのかもしれない。
望したぞ青柳が。それを上から見下ろしている野村直也、この一戦に全てをかけている、そんな感があるぞ。さあレフリーが、ただ青柳の場合は信用していいのかっていうところもあるんですよね、はい、実は分かんないですよね。さあチェックをします、日韓レフリー。作戦であったようで、しかしならば俺のものを受けてみろと、マキシマムが、何かすごい戦いになりましたね。野村は一直線に行きね、青柳は青柳流のね、選択を交えて、変化球を交えてきた青柳、直球勝負の野村、どちらが勝るのか、剛速球で行くのか、それとも変化球で行くのか。もう一回行きますか、ますかね。先ほどは失敗した、ちょっと距離があるの野村、それでも打って出るのか、反抗するのか。さあ野村が上がった最上だ、2度目のチャレンジ、今度はどうだ、受けてみろ、ブラックスプラッシュ。さあコーナーを変えてもう一度結婚一滴、これはどうだ、よく返しましたね。カウントは2だ、まあ、親にも負けられないですよね。そうですね、もう最前線に俺はいるから負けられないんだ、去る者には負けるわけにはいかない、そういった思い、負けしまもう観光するか、どうだ、しかしあっとネックバックの体勢、ここからエンドゲームがあるぞ。さあどうだ、グランドに移行することはできるのか、徐々に体が沈んでまいりました。さあ後楽園ホール、あった、投げますか、グランド引き込んだのが青柳、どうだどうだ、ステップオーバーで来るか、足、あとは足、がっつりと固めていく、首を取った、腕もロックした、さあ、あとはこの足を抜いて、足が入った、エンドゲーム完成、野村どうだ、それでも野村は徐々に、あっと、これはルフリーが止めたんですか、止めましたかね、リーニッカーが止めましたね、ちょっと首が危なかったですね。そうですね、でも最後まで野村はタップしませんでしたね。そうですね、まあ首に爆弾を抱えるということで、リッカーレフリーが戻すのにちょっと、そしてレフリーストップというジャッジを下しました。まあ、あれだけ深く入ったらちょっとね、そうですね、やっぱり選手最終的に守るのはレフリーですからね。そうですね、はい、まあ、しかし、まあ、野村もよくやりましたね。いや本当にね、ブラック感じさせない試合でしたよね。持っているものを全てぶつけました。
いや途中そのね青焼けのあのポーズがね、はい、場内もちょっとピンと静まり返りましたから。そうですね、これザマミロですよ。これですね、もう決勝決勝決勝やると青焼き流なんですね。最後までこれを貫くわけですね。あファイナルの選別ということです。青柳優馬、最後はエンドゲームで肩をつけました。まあ、その野村はね、試合後に今後について言及すると言ってますんで、はい、我々にもね、もう教えてくれませんでしたけれども、そうですね、うん、何かやりたいことは続けたそうですね。まあ、まあ、でも結局この最後の試合やるまでは次のステップに進まないという意味でもあるですからね。あの2人が戦った、2人で競争した、はい、何かその走馬灯のように浮かんでいましたね。本日、後楽園ホールにお越しの皆様、空気を読まず勝ってしまって申し訳ありませんでした。声を出して応援したい気持ちはものすごくわかります。でもまだコロナは終わっていません。声を出したい気持ちを抑えて野村さんに温かい拍手をお願いします。野村さん、野村さんが今後どの道に進んで何をするかは野村さんの胸に秘めておいてください。ただし今日来たお客さんに一言あってもいいですよね。お願いします。今日全日本で最後のラストマッチで青柳優馬というレスラーと試合できたことが本当に嬉しいです。青柳ありがとう。そしてこの2年弱僕はリングから遠ざかっていましたけど、 SNS とかで自分のことを待っていてくださっているファンの皆さん、そのおかげで今日リングに立つことができました。本当にありがとうございました。全日本プロレス、僕は約8年間在籍してましたけど、この8年間は一生忘れません。僕の宝物です。そしてスタッフの皆さん、そして選手の皆さん、そして応援していただいているファンの皆さん、本当に8年間ありがとうございました。この8年という長い時間、僕は一生胸張って全日本プロレスに在籍していたということを胸張ってこれから人生を歩んでいきます。本当に今日はありがとうございました。今日で野村さんはラストマッチと言ってましたけども、ラストではないですよね。ラストではないと僕は信じてますよ。どうですか皆さん。またいつか野村さんが僕の前に、僕らの前に戻ってくることを首を長くして待ってますんで、いつか気が向いたらんでいいんでまた来てください。
そして本日は後楽園ホール大会にご来場誠にありがとうございました。次回は12月26日新規は大会が全日本プロレス年内の最後の対戦となりますので皆さん応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。さあ小佐野さん、はい、改めてちょっと振り返っていただけますか。そうですね、青柳も立派でしたね、はい、ちゃんとラストマッチの相手をね務めてね、はいはい、で最後2人がね、はい、こうやって興行、はい、の最後に、はい、挨拶を立派にあの若手だった2人が、はい、挨拶する姿って考え深いものがありますよ。あ、そうですよね、あの青柳のラストじゃない待ってますよという言葉はね、諏訪間も同じことを言ってて、そうですね、また笑顔で会えることを祈ってるよと。そうですね、これはまさにファンビズとしても同じことですね。そうですね、はい、まあ、今後の、ね、ことはね、これからまた発表があると思いますが、はい、まだまだ若いから、そうですね、戻ってきてほしいですね。まあ、今宵はこのね、はい、ドームヤギの復活をこうね、はい、この絵が見れるというだけでも本当に嬉しいですよね。はい、そうですね、はい、8年間は僕の宝物ですと言いましたね、まさにおっしゃる通りだと思いますよ。まあ、彼の年齢の8年間というのはね、はい、我々の8年と違って、はい、すごく長いですから。そうですよね、まだ28歳という若手ですから、これからの人なんです、ね、ぜひね応援をしていただきたいと思います。一旦ちょっと区切りではあるんですがね。そうですね、はい、頑張っていただきたいと思います。ただ引退とは言ってないですからね。そうですよね、あ、またあの体調戻ってね、はい、全問のリングであの体調してくれることを望みますね。そうですね、はい、お送りしてまいりました AJB プライムナイト2021解説の熱血プロレスティーチャー小佐野和弘さん、実況和弘さんがここでお届けいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。